えば今みたいな。半音階も親指だけで1回やってみる。親指で親指で結構ね、早く動かすの最初難しいと思うんですよ。だからちょっと自由に5弦6弦いったり弦飛ばして6弦4弦やったり、ある程度のコントロールをちょっと身につけておくと、なんか手が安定してきますね。はい、で、まあ、ここをしっかりと固定しつつ親指を自由に動かす、親指と一緒に手をこう動かせちゃうんじゃないかと、ね、いくと、スケール練習を全部親指でとか、はいろいろ自分でも工夫して何か作れたりもするんですけど、はい、おすすめですね。わ、はい、かりました。